はい、お疲れ様です。今日はですね、ゾウさんカフェのオープンマイクに出場するためにね、ちょっと練習しに、近所のね、市の多目的ホール、ここにね、田辺くんたちがね、ちょっとバンドの練習をやっとるんで、そこへちょっと混ぜてもらって、練習、ちょっとアンプにつないでね、マイクで声出してみたり、ちょっとね、練習、してみようと思います。お疲れ。これにドラムが乗っとるかな。ドラムセット搬入します。よし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 。あ、こんばんは。こんばんは。こいつたちを2階に運びます。お疲れです。 お疲れ様です。お邪魔いたします。いいえ、どうぞ。しました。ハッピーチンゲン祭。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。お邪魔しました。これで来週のライブに踏ん切りがつきました。出る言うたものの、どうしようかの思いよったんだけど。これハッピーチンゲン祭出ます？出してめえ。ハッピーチンゲン祭。ありがとうございました。バイオリンの、あーすごい、よりあれだす、オンベース、ギター、ドラム、今日はやりたい放題やらせていただきました。ありがとうございました。また寄らせてもらいます。お疲れ様でした。はい、はい、ということで皆さんご無沙汰しております。ようやくね、運動会の筋肉痛も取れて、ぼちぼち体も動いて
まともに動いているような、あ、そんな今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、先ほど見ていただいたのはこれ先週ね、ちょっと近くにある市のね、市が持っている多目的ホールの方で、ハローペアでおなじみの田辺くんがね、バンドを組んでおりまして、まあ彼はドラムなんですけども、そこでまあ定期的にバンドの練習しとるんで、ちょっとねそこへ今週末ゾウさんカフェのオープンマイクライブにね参加するべく、さすがにちょっと一回もね僕ギターアンプにつないだことがないので、まあちょっとアンプから出る音と自分の歌声と、まあどっちも下手くそなのは分かっとるんですけども、実際マイクを通してアンプを通してどんな感じになるのかというのをね、さすがにちょっと経験しとかんとまずいだろうということで、あそこでねちょっとお邪魔させてもらって練習させてもらったんですが、まあああやって客観的に録画でね自分のを見ると、いや下手くそ加減がめちゃめちゃ分かりますね。とあとまあハーモニカのちょっと音がね、やっぱりあれもうコードが違うわけじゃなくってキーは合ってるんですけども、そのもうハーモニカ自体、ハーモニカみたいな、まああれも消耗品なんでね、ちょっとまあもうピッチがずれてこう半音ぐらいなんか音がこうまともな音が出てないので、なんかちょっと不協和音的な、ちゃんとこうコードのキーに合ってないような音が出とったんで、ちょっと早速ねもう新しいハーモニカをサウンドハウスでポチって注文しましたけども、そんな感じでね、まあでもいい経験になりました。すごく楽しかったですし、みんながねバンバン、まあ僕はまあ当日ライブ当日はギター一本一人で歌うわけですけども、ハーモニカとあそこの練習場ではね、みんな即興でこう合わせてくれて、いやー楽しかったです。非常にいい経験になりました。ありがとうございました。ということでね、そんなこんなもやりながら、下手くそではありますがね、ちょっとこう男52歳一皮むけるために、もうワンステップステージをね上がるために、いろんなことにねチャレンジしていこうと思っております。今日この頃で、久々な今日は雨、もう夕方なんですけども雨も降り出しまして、今週末ゾウさんカフェのオープンマイクライブにね参加するべく、さすがにちょっと一回もね僕ギターアンプにつないだことがないので、まあちょっとアンプから出る音と自分の歌声と、まあどっちも下手くそなのは分かっとるんですけども、実際マイクを通してアンプを通してどんな感じになるのかというのをね、さすがにちょっと経験しとかんとまずいだろうということで、あそこでねちょっとお邪魔させてもらって練習させてもらったんですが、まあああやって客観的に録画でね自分のを見ると、いや下手くそ加減がめちゃめちゃ分かりますね。とあとまあハーモニカのちょっと音がね、やっぱりあれもうコードが違うわけじゃなくってキーは合ってるんですけども、そのもうハーモニカ自体、ハーモニカみたいな、まああれも消耗品なんでね、ちょっとまあもうピッチがずれてこう半音ぐらいなんか音がこうまともな音が出てないので、なんかちょっと不協和音的な、ちゃんとこうコードのキーに合ってないような音が出とったんで、ちょっと早速ねもう新しいハーモニカをサウンドハウスでポチって注文しましたけども、そんな感じでね、まあでもいい経験になりました。すごく楽しかったですし、みんながねバンバン、まあ僕はまあ当日ライブ当日はギター一本一人で歌うわけですけども、ハーモニカとあそこの練習場ではね、みんな即興でこう合わせてくれて、いやー楽しかったです。非常にいい経験になりました。ありがとうございました。ということでね、そんなこんなもやりながら、下手くそではありますがね、ちょっとこう男52歳一皮むけるために、もうワンステップステージをね上がるために、いろんなことにねチャレンジしていこうと思っております。今日この頃で、久々な今日は
雨、もう夕方なんですけども雨も降り出しまして、まあ、ということでね、ゲートラ内で、エンディングを喋っておりますけども、あの本番の様子もバッチリ収録してお届けしようと思いますので、あのどのような結果になるかは乞うご期待ということでよろしくお願いいたします。そんなところで今日は終わりにしときましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲサイ。髪も切っとかなきゃんのこりゃ。